9ヶ月の長いシーズンを戦い迎えた最終節です。カテゴリーが上がってもブレずにそれぞれの哲学を貫いた両チームです。下田、まあ、逆サイド見ていました。中で近藤を呼んでいます。3人入ってきました。近藤ヘディングシュート。そうですね、少しあの藤枝としては振られましたね、あのまず大きいサイドチェンジ、まずいいとこ見てましたね。そこからクロス逆サイド、アンデルソン惜しいシュート放ちました。川島、笛が鳴ってのイエローカード、いやレッドカードです。レッドカード、まあ、やはり有馬選手のようにあえて体を使いながらためを作ってくる、はい、あこれは奪われた。山口、近藤、こちらです。そうですね、少しパスミスからです。大曽根選手からのパスミスをカットして、この後奪った後の攻撃ですが、オフサイドない。ヤメラ一人かわして足かかった PK。 決めました。ここで奪いました。ミドル突き刺しました。3点目振り抜きましたね。まあ、まずこのプレッシング素晴らしかったですし、まあ、このシュートですよね。入ってくる、足かかってまだマイボール、あ直接行った、直接入った。取れる回数が多かったですね、まあ、最後も諦めずに、まあ、プレッシングを続けながら、まあ、ここは少しシュートかぶりましたけども、やはり、まあ、リスクのあるプレーを選ばないといけなかったというところです。左足こぼれてまだある。ホームのファンサポーターからは大曽根、大曽根かわし切った、右足ここでタイムアップ。いわき5試合ぶりの勝利、3連敗を抜け出しシーズン最終戦は勝ち点3。